バウロンバウロンの演奏バウロンはアイルランド音楽に用いられるアイルランドのフレームドラムであるボーローンとも呼ばれているアイルランド語で DH は W の発音になるためバウロンと発音される日本においては民族音楽関連の書籍やサイトにおいてボドラン内しボーランという名で紹介されていることがあるがこの呼び方は上記のアイルランド語の発音規則に沿ったものではない バウロンという名前はゲール語のボタンに由来したものである。大きさは直径 25cm から 65cm まで様々なものがあり、一般的なものは 35cm から 45cm のものである。トネリコの木で作った枠の片側にヤギ、鹿、グレーハウンド、ロバ、馬などの皮を青銅の秒で固定している。枠の高さは 1> 約1 2センチメートルである。ヒイラギやヒッコリーで作られたバチは、長さ約2 0センチメートルで、両端に握りがある。基本的にバチを鉛筆のように持ち、ドライバーを回すような手首の回転によって、バチの下端を画面に打ち付けて演奏する。バチの持つ位置で大きく2つの双方に分けられ、バチの中心近くを持つケディースタイル。 バチの上端近くを持つシングルエンドスタイルがある。ロール演奏時にケディースタイルでは、バチイカタン上端下端の順に画面を叩くことによってトリプレットでロールを行う。シングルエンドスタイルでは倍の速度でバチを素早く動かすことでロールを行う。シングルエンドスタイルでは素早くバチを動かす必要があることから、通常軽いバチが用いられる。用いるバチの材質、重さ、 ビーターを持つ位置、画面裏から添える手の位置、画面を裏から手で押す強さ、ビーターで叩く場所によって音色や音高が様々に変わる。アイルランド音楽は単線のメロディー音楽であるが、このメロディーに調和するように演奏するのが良いとされる。ありがとうございます。